きて。黒森峠は本当に美しいな。おー、こういうね落ち葉がなければね。うわー、怖えな。しかし本当 R90 はこれノンアルでもめちゃくちゃいい音してるんですよね。アクラボビッチのマフラーがね純正でついてるんで、これで車検通るのかな。純正品だから通るはずだよね。いや、いいわ。ほんまにこのバイクの音は最高ですね。で、今日の目的地なんですけど、特に何も考えてないわけじゃないんですが、ちょっと名前忘れちゃってですね、まあ、どうしても前から行きたかったところが、ありましてですね、まあ、カルスト方面なんですが、カルストではなくカルストから見えるある場所がですね、前からねちょっと気になっててですね、ね、ちょっとどうしてもそこ行ってみようかなという感じで、あとはもう流れで、その時間見てですね、どこ行くか決めたいと思いますね。怖えな本当。この落ち葉がね、あー結構寒い。下あったかかったんですけどね、下マックスフリッツのパンツ1枚なんでね、結構冷えますね。いいな、音最高だわ本当。ノーマルでこれだぜ、最高だぜこれ。で、今日のバイクはね、BMW の R90 ですね。自分がねこれもちろんあの前借りクラブで借りてきたんですけど、まあ、昨日から借りて、まあ、今日一日乗って明日返そうかなと思ってます。で、まあ、これでね、ちょうど前借りクラブ契約して、3月13日で1年ということで、もう契約の方はですね延長せずに、まあ、前借りクラブの方はですねちょっと、契約更新せずということにしようかなというふうに考えてます。なんで最後にねもう一度この R90 に乗りたかったんで、下手くそー。2日間借りてね、ちょっとねこの水平対向のね音をね今日一日耳に焼き付けてね、楽しみたいと思いますね。
やっぱバイク上がるんだね結構。なんかでもカルスト通行止めって書いてあったようなね、陶器どうなんだろう、上がれるのかな。まあね、今日はちょっとカルストには行かないですけど、カーブでは抜けないよ、カーブでは抜けないよ、曲がってからだよ。ありがとう。お、ありがとう。みんな避けてくれるね。優しい世界。カルスト凍結のため全面通行止め。まあやっぱそうか。お、Google か。入りました。さてそろそろ着きそうですね、目的地は、ね、白竜湖、ね、なかなかなんか綺麗なところらしいですよ。俺も全然知らなかったんですけど、と見えたあれか、すげえなあのモニュメント。ここ止めればいい。おー、竜、竜。伝説のタヌキに手引きされて交通安全通行した話。よくわからん。はい。でっかいタヌキ、しがらき焼きじゃないよね。ここから入れんのか。見取り図、あの木、白竜車、白竜湖、交通安全、細部まで作ってある。手作り感がすごい。Thank you.